みんな旅してる？どうもしげです。コスタリカ、エコツーリズム、天然温泉、動物とビーチ。それではスタート。首都サンホセからバスで4時間かけてエコツーリズムの街ラ・フォーチュナに到着。まずは宿に荷物置きに行きたいと思います。だいぶ観光地化されてるっぽくて店はたくさんありそうですね。今回の宿はこちらのラ・フォーチュナロッジですね。ウェルカムドリンクでジュースいただきました。うわ、甘くてうまっ。トロピカルの味。早めにチェックインさせてくれました。スーペリアベーシックルーム、これで1泊1万円ちょい。まずまずじゃないでしょうか。バスルーム、広くはないけど問題はなさそう。シャワーはカーテン式で固定のレインシャワータイプ。 Wi-Fi はまずまず高速ですね。ありがたい。洗濯物溜まってるのでまずはクリーニング屋に行きます。こちらのクリーニング屋で 1.5 キロ洗濯と乾燥で3000コロン。朝から何も食ってないのでまずは昼飯食いに行きます。今日の昼は Google マップのレビュー 4.8 のここにしてみようかな。メニュー見たけど観光地価格だから結構お高いようですね。コスタリカといえばコーヒーが有名ということでアイスコーヒー。まろやかでほんのり苦味の後に後味甘め、うまいね。アンガスバーガー頼んだらステーキみたいのが挟まってきた。すげー、どでかいパテにカリカリベーコンなんかも挟まっててうまい。そしてバンズ分厚すぎ。付け合わせのポテト、衣がついててザクザクでスパイシーな味付け。残念なお知らせ、健康のために500円ぐらい追加して頼んだグリルベジタブル、しょべえ串だった。ボリューム満点、腹いっぱい、ごちそうさまでした。腹ごしらえも済んだので街を少し散歩してみます。雲で隠れちゃってるけど有名なアレナル火山、あれな。富士山のように綺麗な形をしており現在でも活動する活火山らしいです。アレナル火山、晴れてるとこんな感じらしい。すごい綺麗だな。寿司バー誠、寿司マジで世界中どこにでもある。どうやらここは町の中心の広場のようです。今のところのどかでかなり平和そうな雰囲気。この公園綺麗に手入れされていて植物がたくさん。コスタリカって感じですね。広場の目の前に立つ教会が町のシンボル的な感じなのかな。平和でのどか、何もせずのんびりするのにいいところだね。マジで観光地化されてて広場を中心に飲食店、宿泊施設、旅行会社などがずらっと立ち並んでます。クラロ10日間2ギガ3000コロン、安かったので SIM カード買いました。速攻でつながって速度も申し分ないですね。バナナでっか、めちゃくちゃ豪快に売られてんじゃん。今回はゆっくりのんびりしに来たのでこちらのカフェに入ります。コスタリカは自然を感じるおしゃれな内装の店が多いね。アイスコーヒーはかなり酸味強め、Wi-Fi も使えていいね。しばらく作業します。今回も蚊よけスプレーしてたのに一瞬の隙を縫ってもうすでに6箇所刺されてる。つれー。洗濯と乾燥3時間ちょいで仕上げてくれました。素晴らしい。夕飯までしばらく宿に戻りたいと思います。暗くなったのでサクッと軽く飲みに行きます。夜の中心街は田舎の観光都市って感じですね。飲食店はライトアップされ音楽も賑やか。ただしエコツーリズムがメインなので早めに閉まる店も多いようです。ひときわ明るいここチキン料理の人気店らしいから行ってみようかな。めちゃくちゃ豪快にくるくるチキン焼いてるね。コスタリカの定番ビールインペリアルオリジナル350ミリ。
あっさりめでほんのり麦の甘みを感じてから後味苦み。コスタリカを代表する一品だと書いてあったチキンウィズライス。ほぐしたチキンが入ったチャーハンなのかな。コリアンダーとか青ネギも効いてて当然のごとくうまい。サラダがついてるのも嬉しいね。甘めのフルーツドレッシングみたいのがかかってる。中南米でよく見かける豆の煮込み。コスタリカはマッシュドビーンズ。かなりしょっぱくてめちゃくちゃ酒のつまみだ。コロンビアなんかでも見かけた甘くないバナナ。プラタノのフライ、表面サクサクでこれもつまみだね。2杯目サングリアの赤いただきます。フルーティーで飲みやすくてうまい。量が多いのと最近ぽっちゃりしてきたのでプラタのフライは残します。ごちそうさまでした。今日は動画1本出したいので宿帰って編集頑張ります。なんとか動画のアップロード終わった。もう4時過ぎ。眠すぎて死ぬ。おやすみなさい。おはようございます。朝食会場は宿の外らしいので向かいます。朝食会場はここかな。聞いてみよう。すごい、晴れてたらあれなる火山がバッチリ見えるロケーション。残念ながら曇ってるけど、鳥もたくさんいて自然に囲まれながらの朝食です。朝食数種類から選べるらしい。素晴らしい。最初にジュースとフルーツ盛り合わせが運ばれてきました。濃厚なパパイヤジュースだね。うまい。あのバナナに次々と鳥がやってきて、朝食でバードウォッチング。今日は野菜とチーズのオムレツを頼みました。うまそう。焼きたてでチーズとろーり、ガーリックブレッドもついてて最高です。むむ、鳥だけじゃなくてリスもやってきた。街の中なのに自然を感じられる素晴らしいところでした。眠すぎる。宿に戻って昼まで仮眠します。今日はこれからタバコンリゾートという温泉リゾートに行きたいと思います。タバコンリゾートは街から離れているので宿に呼んでもらったタクシーで向かいます。運転手さん英語話せていい人。にしてもすげえ雨降ってきたな。タバコンリゾートに到着。タクシー代は13,000コロンでした。すげえ雨だからダッシュで行ってきます。ここがエントランスみたい。今回はすでにオンラインでワンデイパスの予約を済ませています。すごい、ウェルカムドリンクとウェルカムおしぼりも出してくれました。受付済ませたら何回でも交換できるタオルカードとロッカーのキーとリストバンドをもらいました。館内の Wi-Fi も爆速。さすが高級リゾート。すごい、館内がジャングルみたいですね。ロッカーはこっちの方って言ってた気がするけど、ありましたね。こっちがロッカーだ。温泉プールみたいなところが何箇所もあるようです。ロッカーはこんな感じ。サイズはそんなに大きくないですね。ここから先は水着に着替えて iPhone に切り替えて撮影します。タオルカードを提示してふかふかのバスタオルもゲットしたので、いよいよ温泉入ってこう。このリゾートにはこんな感じの天然温泉が何十箇所もあるそうです。アレナル火山の地熱で温められており、38度から36度とちょっとぬるめの温度らしい。館内道はこのように整備されているのでとても歩きやすいです。誰もいないからまずはここにでも入ってみようか。タオルハンガーも置いてあってさすが高級、気が利く。今回ラ・フォーチナに来た目的はこの温泉に入ることだからね。おー、ぬるめで気持ちいい。いいねいいね、このぬるさが最高だね。のんびり長時間入ってられるわ。コスタリカの自然を感じながらの天然温泉、癒されるわ。すごい広くて未だ全貌がつかめておりません。プールみたいになってるところもあるね。ここは
ちょっとぬるめの38度、永遠に入ってられそうな温度だわ。ラフォーチュナは火山トレッキングとか人気のアクティビティもいっぱいあるんだけど、ちょっと疲れ溜まってきてるので今回は温泉に入るだけでゆっくりします。マジで広いな。こんな感じのプールエリアもありました。プールに浸かりながら酒飲めんのかよ。これは飲むっきゃねえな。プールバーでコスタリカのアンバーピルスナーいただきます。しっかり冷えてて程よいコクとほんのり香ばしい香りもしてうまい。とってもいいところだけど一人で来るとさすがに暇だな。あの滝にでも突っ込んでくるか。行きます。バードウォッチングできるのも魅力の一つだけど、あの鳥空中でピタッと静止してる、かっけー。この何重の滝とかも含めてネイチャー感がすごいよね。この奥にはスパもあるようですよ。自分へのご褒美にいかがでしょうか。このホテルは泊まると1泊530ドルからだったかな。すごい高いんだけど、さすがのクオリティだね。非常に素晴らしいところだけど一人で来るとさすがに暇だね。暗くなってライトアップされた姿もジャングルの中の秘境リゾートって感じで素敵ですね。もう暗くなってきたし十分楽しんだのでそろそろ帰りますか。もうすっかり真っ暗。シャワー浴びてすっきりしたから帰ろう。敷地内のマップこんな感じで森の中。濡れたものを入れる袋をくれました。ありがてえ、助かる。スパ併設のレストランで飯も食えるようですね。行きはなぜか使えないと思い込んでたけど Uber 使えたんですね。めっちゃ損した。全然値段ちげえ。だいぶ長居しました。すっきりした。無事 Uber 拾えたので宿に帰ります。一瞬宿に帰って荷物を置きます。明日も早いのでサクッと夕飯食いに行こう。この小さな店が Google マップのレビュー 4.9 と超高評価なので行ってみよう。一杯目はコスタリカのインペリアル350ミリ。パシフィックコスタリカンレッドスナッパーが来ました。調べたらレッドスナッパーってキンメダイの仲間なんだって。太平洋で獲れたキンメダイのグリルめちゃくちゃうまそうじゃねえか。身ふわふわでうまみしっかり。キンメダイだもんね。そりゃうまいわ。たっぷり乗ったエビもプリップリ。一緒に食べてもまたうまい。付け合わせにサラダがたっぷりついてくるのも嬉しいね。コスタリカありがてえ。キャッサバのフライらしいんだけど表面サクッと中はねっとりホクホクでめっちゃうまい。これうまい魚とくれば2杯目はチリのソービニオンブラン、グラスで。さすがチリ、やっぱワインうまいわ。甘くてフルーティーで味が濃い、うまい。マジでうまかった。量もちょうどいい。ごちそうさまでした。ラバーラウンジ、この店は店内でライブも行われているようで賑やかですね。ラ・フォルチュナの夜は平和。今夜も無事宿に帰ってきました。明日のプランはまだ決まってません。おやすみなさい。
おはようございます。宿をチェックアウトしました。バスターミナルに戻ってきました。次の予定まだ決めてないけど、とりあえずサンホセに戻って考えたいと思います。サンホセ行き8時に出るって宿で聞いたのに、バスターミナルで聞いたら次2時45分だって。マジわかんねえな。ケサダまで行って、そこから乗り換えでサンホセを目指すことになりました。20ドルで払ってお釣りが8200コロン。ケサダのバスターミナルに到着。こっから乗り換えてサンホセへ向かいます。すごい並んでんだけど、これ一発で乗れんのかな。どうやらサンホセ行きはこのバスのよう。乗れるかな。お釣りから察するに運賃はだいたい3500コロンだったっぽい。なかなか狭いバスでつらい。ケサダを出発。遠かった。ようやくサンホセに戻ってきました。これからどうしようかな。トイレは有料で1回400コロンでした。腹減ったのでとりあえず昼飯食いに行きます。カフェロジョ、人気のカフェらしいので行ってみよう。テラスもあっておしゃれな感じの店内。昼間なので飲み物はオレンジジュース。健康を考えて今日はチキンサラダ。うまそう。チキンはキャラメルで炒めてあって甘じょっぱい味。なんと醤油もある。アジアン系の卓上調味料が並び、サラダもどことなくアジアンなテイスト。コスタリカといえば食後にコーヒー、アメリカーノいただきます。次の目的地、別のバスターミナルから出発するのでウーバーに乗って移動します。ウーバーでバスターミナルに到着しました。この後ケポスって町に行くことにしたんだけど、次のバスは4時発。バスの運賃は片道4695コロン。多分現金のみ。4時までしばらく時間あるので、ターミナルの売店でコーヒー買って作業します。バス乗車前にトイレ、わずか100コロンでした。安い。ケポスに行くマヌエル・アントニオ行きのバスはこちらのようです。2列2列のバス、今までのバスに比べると比較的まともな気がします。4時2分、サンホセを出発。今日は移動ばっかり。1時間半ほど走って一旦ここでトイレ休憩のようです。およそ3時間半でケポスのバスターミナルに到着。宿まで500メートルぐらいだから歩いて向かおう。到着しました。本日の宿はこちらのようです。チェックインしました。ダブルルーム。これで1泊8000円ぐらい。まずまずじゃないでしょうか。バスルームはコンパクトだけど割と清潔。シャワールームは海外あるあるの固定式。作業デスクとして使えそうなスペースがあり、まさかの Wi-Fi 爆速。もうすっかり夜なので軽く飯食いに行きます。ということで宿から歩いて30秒ぐらいの Google マップの人気店行ってみよう。衝撃の事実、この店なんとアルコール置いてないということで強制的に休館日。ということで飲み物はパイナップルスムージーをいただきます。激甘。パイナップルトロトロ濃厚でめちゃくちゃうまい。シーフードグリルプレートめちゃくちゃうまそうじゃん。こりゃ酒と一緒に食いたかった。たっぷりのエビプリプリでガーリック効いててめちゃくちゃうめえ。ロブスターも半身入ってるのかな。これいただいてみよう。ロブスター黒いからちょっと気になってたんだけど、磯臭い。少し悪くなってる。当たったらやだな。
その他ちっちゃいカニや貝類に魚なんかも入ってて豪華な内容。プラタノ、甘くないバナナのチップスはこのガーリックソースにつけて食うとめちゃくちゃうまい。貝の砂抜きが甘めなのとロブスターが微妙だったのを除けば全体的にはめっちゃうまかった。ごちそうさまでした。シーフード食いながらビールと白ワイン飲めたら最高だったな。ごちそうさまでした。わずか30秒で今夜も無事宿に帰ってきました。明日はマヌエル・アントニオ国立公園へ。おやすみなさい。おはようございます。宿をチェックアウトしました。2リットルの水買ったんだけど400円以上した？もしかしてかなり高かった？ウーバーが来るまで時間あるので海を見ながら待ってます。今回ケポスに来た目的、マヌエル・アントニオ公園にウーバーで向かいます。ウーバーでマヌエル・アントニオ国立公園の入り口付近に到着。乗車賃は3200コロン。これがマヌエル・アントニオ国立公園の入り口ですね。チケットが必要なんだけどオンラインだともういっぱいになってて取れなかったんだよね。入れるか受付で聞いてみよう。オンラインでチケット買ってないと入れないって言われました。近くのツアー会社がチケット買い占めてるっぽくてガイドツアーじゃないと入れないみたいなんだよね。すげえ高くなってんだよ。悪どいなこのやり方。公園の周辺は一大観光地みたいになってるので安い入場券をちょっと探してみます。いくつか聞いたら相場はガイド付きで60から65ドルぐらいっぽいです。ちなみにオンラインで自分で予約したら入場料はわずか16ドル。悪どいなこの商売。なんだこれ。ツアー会社は入場券のみは基本的に売ってなくてガイド付きツアーで価格を釣り上げてきます。なんだよこれ、コスタリカ嫌いになりそうだわ。結局そこら辺の店から60ドルでガイド付きツアーを購入。クレカだと 15% 手数料取られるということで現金払いということで、ガイドの後ろについてマニュエル・アントニオ国立公園ツアースタート。荷物検査や名前の確認などを終えて公園内に入場。チケット買うときはパスポートの提示が必要でした。あっちの方にカニが何匹もいますね。足が赤くなってるのが見えます。公園内には毒蛇も結構いるらしいよ。怖っ。スパイラルジンジャーって言ってた気がする。色鮮やかな花。でっかいトカゲがいました。いろいろ見つけるガイドの目が良すぎる。これ自分一人で歩いてたら何もわかんねえな。さっき美しい蝶も見えたんだけど、地球上の 5% の蝶がコスタリカにいるそうです。これはパームツリーらしいんだけどトゲがいっぱい生えてるね。上には実がたくさんなってる。あそこに猿がいる。ホールモンキーっていうのが動いてる。すごい巨大な竹が勢いよく伸びてる。魚の顔みたいな模様をした蝶々。望遠鏡だと見えたんだけど多分怠け者がいたわ。全く動かないケムクジャラのやつがいた。公園の奥にマヌエル・アントニオビーチがありました。美しいビーチだな。ビーチの前には公園の撮影スポットがありました。猿が今少なくとも3頭見えてる。うわいっぱいいるね。うわめっちゃ揺れてる。うわ群れだ。猿がいっぱいいるな。リザード、トカゲはこの公園にはたくさんいますね。ガイド料として追加で1万コロン要求されたけど手持ちなかったので6500コロンと4ドルを支払わされました。納得いかねえな。なんでだ。ツアーは2時間弱で終了。この後閉園まで公園内にいることができます。これはもう一つのビーチ、エスパディラサウスビーチ。これが公園の地図。入り口からずっと歩いてこのビーチまでやってきました。ここは津波によって作られた地形と言ってたね。トンボロって言ってこの島と島の間がつながって両側にビーチができてるみたいです。公園内にあるマヌエル・アントニオビーチは
コスタリカでも最も遊泳に適したビーチの一つらしい。なので多様な生物や自然ももちろん魅力だけど、このビーチをめがけて来るお客さんも多いそうです。多様な生物が住むジャングルを抜けた先にある極上ビーチ、何でもあるパラダイスって感じだね。水温チェックします。おお、ぬるくて気持ちいい。結構あったかいわ。これは泳ぐには最高だね。このビーチはヤドカリみたいなのがね、いっぱい歩いてる。今日中に首都のサンホセまで帰んないといけないから名残惜しいけど戻りますか。わお、めちゃくちゃ近くに猿がいる。全然逃げずにくつろいでんじゃん。うわあ、すごい。こんなに近くで野生の猿見たの初めてかも。うわ、地面歩いてる。珍しいシーン、超珍しいシーン。あの猿、人の荷物漁ってるよ。そういうことか、そういうことか。思いっきり食べ物探してるな。持ち主全然気づいてない。お、なんか持ち去ったよ。もう全然人のことを恐れてないんだね。人が近くにいるのが当たり前なんだ。これピク、ここにも猿がめっちゃくつろいでた。起きたかな、寝てたのかな。ガイドツアーは解散してるので、帰り道は森の中を一人で歩いていきます。公園内にはトイレも何か所かあります。このモニュメントを通って帰ります。入り口に戻ってきました。これにてマヌエル・アントニオ公園終了。午前中と打って変わって通りはとても静かになってますね。追加でガイド料取られた件を俺にツアー会社を紹介したお兄さんに聞こうと思ったんだけど、もう離れてていないみたい。俺の英語力が高くないから細かいところまでしっかり確認できてないのも問題なんだけど、とはいえこの不明瞭なツアーの売り方は嫌だね。せっかくの素晴らしい自然だったのに、少し嫌な気持ちで去ることになってしまった。もし仮に入場料60ドルっていうのが正しい値段だったとして、ネットなら16ドルで売ってるものをツアー会社が買い占めて60ドルで売るっていうのはやっぱおかしいじゃん。はあ、愚痴が止まんねえ。ちなみに国立公園の外にもこのような大きいビーチがあります。愚痴言っても何も変わらないからウーバー呼んで帰ろうとしてるんだけど、来るまでに15分ぐらいかかるっぽい。ウーバー待ってる間にバスが来た。このバスでも帰れるっぽいんだけど、さっきガイド料で現金全部払っちゃったんだよね。ウーバー捕まりました。一旦宿に戻ります。ウーバーなのに途中からもう一人女性が乗ってきた。どういうこと、よくわかんねえな。コスタリカ宿で荷物受け取ったのでバスターミナルへ向かいます。結構雨降ってきちゃった。バスターミナルに戻ってきました。これからサンホセ行きのチケットを探します。バスは片道4,700コロン、現金のみで次のバスは17時。朝から何も食ってないので軽く飯食ってきます。コーヒーストップ。本日1食目は健康を考えてチキンシーザーサラダ。レタスシャキシャキでチキンもたっぷり乗っててうまい。残り少ない現金をきれいに使い切りたいので飲み物は頼まず水道水。コスタリカは水道水飲めるので結構今までも飲んでました。野菜たっぷり生き返った。ごちそうさまでした。おなじみのスコールが降ってきました。国立公園いる間に降らなくてよかった。サンホセ行きのピンクのバス、これですね。屋根があるところに止まってくれねえんだ、つら。乗り込みました。シートピッチは広くはないけど、まあバスって感じだよね。隣にでかい人が来ないことを願おう。サンホセに向けてケポス出発。車内クーラー効いててめっちゃ寒い。やべえ。およそ3時間半でようやくサンホセのバスターミナルに戻ってきました。ウーバーに乗って宿へ向かいます。疲れた。もうめちゃくちゃ疲れた。本日寝る宿に到着しました。チェックインしました。スタンダードダブルルーム。
結構広い、それなりのホテルのようですね。ただ明日の早朝出発なので寝るだけだけど。バスルームもかなり広々してます。シャワーは壁に固定式で、湯船もついてます。明日からニカラグアに移動、おやすみなさい。おはようございます。朝7時前、宿をチェックアウトしました。ウーバーに乗ってバスターミナルへ向かいます。ニカラグア行きのティカバスのターミナルに到着。こちらがティカバスのターミナル。割と新しめで綺麗な感じ。チェックインみたいな手続きが必要で、その際に出国税8ドル現金で支払いました。ニカラグア、マナグア行き、こちらのバスのようです。約12時間の予定。2列2列で座席はこんな感じ。少し遅れて7時50分過ぎ、サンホセを出発。ここで少し休憩のようです。まだまだ先は長いよ。みんな飯食ってるから俺も食います。これで5ドルだった。豆ご飯と鶏の煮込みみたいなやつ、肉めっちゃ柔らかくて超うまい。予想外に味付けめちゃくちゃうまかった。ごちそうさまでした。30分ほど休憩したら再び出発です。コスタリカ国境ペーニャスブランカスに到着。こっから出国審査、税関書類を提出して無事出国手続き終わったのでバスに戻ります。警察がバスのトランクルームを開けて乗客のスーツケースなどを調べてます。麻薬の密輸などがあるから結構この辺りの税関は厳しいのかな。今荷物検査でバスの外に乗客みんな出されてんだけど、木の上に5、6頭猿がいる。国立公園よりもすげえじゃん。よく見たらさらに増えて10頭ぐらいいた。ただの国境なのにすごいな。続いてはニカラグア側の入国審査。無事入国できることを祈ろう。ニカラグアの入国無事完了。現金で合計14ドルの支払いが必要でした。入国も無事終わり、ニカラグアの国境を出発。走り出してしばらくしてから、この座席に座ってたコロンビア人の女性を置いてきてしまったことが発覚したようです。どうやって移動したかわかんないけど、乗り遅れた女性が戻ってきました。ということでバス再出発。ようやく着いた。3カ国目、ニカラグアの首都マナグアに到着。今回はここまで。次回マナグア編お楽しみに。コスタリカからチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。